はい、えー、おはようございます。ちなみに、金城林です。おはようございます。はい、えー、負けました。えー、まあ、追い上げたんですけどね、えー、9対7で負けましたね。はい、あー、もう、あまともな先発欲しいなぁ。あー、もう、7点取って勝てないって、もう、は いやまあまあまずもうそっかもそんなことでまあ村上くんはいもう五十四号五十五号一、えー、試合でね二発飛び出してもう本当おめでとうございますあの王さんにね並ぶっていう、えー、これだと五本かバレンティンのね持つ六十本まで、えー、あと五本、えー、村上くんはねもうきっとやってくれると思いますもう素晴らしい菅野投手のねインハイに掘ってきた直球も。 本当にスイングスピードの速さ。うん、波のバッターだったら空振り、それかファールにしかなんないところをね、ぶち込む。で、最後の大勢投手の、あれもまあ、外角に決まったね、あのー、綺麗のあるストレート。あれをね、逆方向というか、宇宙えー、左中間かにぶち込む、えー、一発。もう本当に素晴らしい。いやー、でもね、55号打った時村上くんね、一回も笑ってなかったんだよな。悔しいよ、そりゃ。 まともな先発がいればなぁ。ほんと悔しいよ、はあはあ。今日まあ先発石川さんだったんですけど。いやーもうねー石川さんの良さってやっぱね、請求よくっていうとこなんでね。 巨人打線はね、もうガンガン振ってきて、えー、20本カルテット、なんか5人ぐらいいますよね、20本打ってる選手ね。ていうの、まあ、ガンガン振ってくるチームにね、まあ、請球甘かったです、正直今日。岡本選手2発、ウォーカー選手、ホームラン、えー、打たれてね、うん3本、まあそれ、ソロ3発だったんで、まあ、それだけで済めばよかったんですけどね、うん、やっぱこう終始、まあ、甘いところに入っちゃうっていうかね。うん まあ5回3失点ぐらいでなんとかやってくんねえかなって思ってたねダメっすねはあマジで先発欲しいなんかもうヤクルト今他のね他のチームだったら 6, 6番手の先発みたいのが多いんでね、まあ、前半は確かに調子良かったっすよ今シーズン前半 勝ち星もまあ割と順調にね、ですごい打線もかみ合ってね、勝ち星いっぱいね、取れてたんですけどね、後半になってこんな失速するというね、やっぱね、思っちゃうな、本当まともな先発、柱となる先発欲しい、あーまあしょうがない部分もありますけどね、奥川君が怪我プラス、まあコロナもかかって、えー、まあ結局ね、ねやっと最近になってブルペン投げ始めてね、うん。 で、ケイジ君がね、コロナ。いやー。柱となるね、若い、ちゃんとした試合作れるようなピッチャーが、二人ね、今書いてる状態。まあ、しょうがないっていのもあるんすけど、うーん。ほんと先発欲しいな。あー、山下君、助けてくれ。二 <laughs> 軍から上がってきました、山下君。もう、助けてくれ。 もうルーキーにこんなね重責というか、もうこんな優勝かかった終盤にね、もう頼らざるを得ない状況、もうねファンとしてでも見ててねなんかこう情けないというか、うんちょっとまあ申し訳ないというかそんな気持ちになっちゃうんですけどもういないんでねいかんせん、はあ、はい、えー、でもピッチャージは別じゃじゃまあ大西くんもね。 ビハインドロングリリーフではいい感じだった、いい感じ、えー、だなと思ってたんですけど、中田翔選手にスリーランだったかな。うん。まあ、打たれちゃってね。うん。で、今野投手も失点したし、久保投手も失点したかな。まあ、久保投手の時はね、相手のあの、すごい足早い人、もう名前も忘れた。<laughs> ね、二投三投決められ、で、丸選手のライト前で1点という感じでね、えー、まあ、あれはもう、なんだろう。 バッテリーというかね、その、チーム全体で、こうなんか警戒がちょっとね、できなかった、うん、っていうのもあって失点しちゃって、うーん。でまあ、木沢君はまあね、ちゃんと抑えたんですけど、まあ、そんなことよりピッチャー先発ですよね。そんなことより、うん。先発がちゃんと試合作ってたら、こんなことにはなんなかった。はい。はい。で、打線はまあ、そうっすね、まあでも、 ちょっと今日、サンタナ選手、んちゃんムーチョ以降がね、えー、なかなかね、ヒット出なくて、うん、で、山崎ちゃんもちょっと今日、微妙だったかな、塩、う、み、ん、選手はね、しっかり2発ホームラン、もうあの先頭出したホームランお見事でしたよ、うん、直球大好き、しっかり直球ね、一発でとらえた、よかった。うんで 2本,本目もね片手1本結構、体勢崩されてというかあこれはまあライトフライだろうと思ってたんですけどあれもねライトスタンド運んで、うん、塩見選手はもう本当にこのまま調子に乗り続ければいいと思うし、うん、で山田選手もしっかりあの、まあ、当たり損ないもあったけどもままあまあ2本はねヒット打ったし、えー、で村上様はさすがの2発だし。 で、オスナちゃんもね、えー、しっかり、あの、ヒット打って繋いだりしてたしね、えー、よかったんですけど、うん。まあ、打線はだから点は入るんですよね。うん。打線は、うん、いい感じかなって、うん。まあ、全、あの、ベースター戦では、えーまあま、1得点と1得点、うん。まあ、全然振るわなかったですけども、はい。うん、う本当にこう、打線はもうまだまだ元気あるなと。うん。 本当にピッチャーがね、試合作れば絶対勝てるんですけどね。絶対試合作んないんですよね。もうずっとピッチャーの悪口言っちゃうな。<laughs> いやー。ライアン。まあ、前回7回無視点やってくれてね。うん。まあ、まあ、今一番現状ローテの中で信頼できるのがライアンっていうね。<laughs> で、サイスにもまあ。 いいときはいいけど、うん、まあ5割ぐらい、うん、どっちに転ぶか分からん。で、高梨投手、原尻投手がもう、ね、二人とも結構沈んでる。で、小沢く君はね、まあ育成から試合下にしてね、まあその、なんだ絶対的な信頼なんてまだまだ得るわけないですから、うん。もうなんとかね、ようやってる方ですよ、小沢く君は、うん。よくやってます、育成から上がって。で、石川さんはね、うん、まあ、 コロナかかったんだっけな。で、復帰してから、うん、なんかこう、最近はもうパッとしない投球続いてますしね。うん、で、ケイジ君がコロナ、もう、うん、もう山下投手に本当に助けていただくしかない。いやー、あ、もうダメだ。ずっと文句言っちゃう。すいません。えー、もう中日戦、もういい加減勝ってください。本当に。 もうベイスターズにまた負けてますよ、中日は。きょ日5.5ゲーム差になりました、1アンダー、1アンダーで負けてますからね、中日さんね。うん、本当に、もういい加減に中日に勝ちましょう、うん、もう頼む、連勝してお願いします。はいということで、えー、今日の動画は以上にしたいと思います、えー、よかったら高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。 えー、ああそう。